相変わらずね、こうかっこいいですね、内藤選手。まあ、矢口選手もこうかっこいいですけどね、はい。さあ今まだ練習やってる感じですね。さあもう試合始まりますか。さあパーフェクトはね、今PDC 行われてますけど、その501のねルールが、スティールダーツと同じ形式のね、ブルーセパレートを行ってますんでね、そういうのも含めてですね、皆さんに分かりやすくね解説できればといいと思ってます。よくねこうアレンジ関係ないっていう方いらっしゃいますけど、もちろんそうなんですよ。アレンジって単なるその、数字の組み合わせなんですけど、でもですね、このアレンジをすることによって、チャンスを増やすとか、ダーツを1本でも短くするっていうことに関して本当に大事なんですよね。だから170上がれるわけないんじゃなくて、170みんな上がれる素地があるわけですよね。だからやっぱり170、160、167とかね、164とかそういう数字って作っていかないといけないと思うんですよ。でパーフェクトの場合はもちろん的も大きいので、だから例えばこの170っていう数字の一つ前、275とかね、トリプルシングルシングルで上がり目を出すとか、そういうのにもね触れていって、皆様もちょっと なんだろう、こう認識をちょっと深めるっていうんですかね、これってね本当に僕は素晴らしいことだと思いますし、自分の中でもねこうダーツのスキルアップにつながることなので、で日本選手っていうのはまあまあこれがね今すごく日本のスティールダーツ業界もそうですけど、やっぱり行き詰まってるっていうのがですね、行き詰まってるって言ったらおかしいかもしれないですけど、やっぱりフォームから入るんですよ。こう投げたら良くなる、でこう投げたら良くなるっていうことはね、もうはっきり言うと当たり前なんですよ。あとこうなったら良くなる者同士が戦ってるのがプロなので、そのプロの皆さんがよりこうや投げたらいいんだよっていう選手と同じように差をつけるためには、もう僕はアレンジしかないと思ってるんですよね。だからそこも含めてですね、こう考えていかれればダーツがさらに楽しくなるし、深くなっていくと思います。もうみんな上手いのは当たり前、じゃあその後どうやって差をつけるのか、やっぱりアレンジだとかですね、自分の得意ナンバーを早く発見するもそうですし、ミスを減らすっていうことも全てこのダーツの発展、自分のスキルアップにつながることなので、そういうのにもねちょっとパーフェクトっていうのはね、そういうルールなので、皆さんにもこう見識を深めていただきたいと思ってます。はい、ということでそういう目でもね今後パーフェクトを見ていきたいと、見ていってもらえればいいと思います。で自分はね本当に間違ってたのが、こう楽しくしようとして楽しい話に走りがちだったんですけど、まあそれはそれでいいんですけど、もう少しねちょっとちょっとアレンジですごく、揉めることがねあったんで、あまりそこは触れなくて、自分も見識がちょっとあまりそこには行ってなかったんですけど、これからはもうこれ今日が多分最後と思いますけど、そういうのも含めて、皆さんに勉強していただければって思います。はい、さあそして、試合の方ですけどね、310残りの矢口選手ですね、まあ、大事なことはですね、もうこれはもう170にするっていうのは大事なんですけど、310から170って言ったら、やっぱこれ60って140取れば、そうですね、もう1本トリプル入れば130残り、そして今シングルでもですね170なんですよ。だから素晴らしいナイスアレンジですね。さあ286、これも難しい数字ですよね。さあ1投外してしまいました。281からですね261、これでね170という上がり目が消し飛んだわけですよね。だから上がれないということで、この矢口選手が大きいアドバンテージを取っている状態、130からですね、これも多分60からいくと思いますけどね、19からいく人もいると思います。で70残りをもう1本20狙います。
あ、18、あ、これはね、ここはいいんです、18で。要するに内藤選手が上がり目がないのでね、あえてここはもう安全策に、安全策のアレンジで18打ったんですけどね、はい、もし内藤選手の上がり目があればですね、ああここでトーン80で61残りという素晴らしい数字を作ってきました。この32じゃなくて多分20シングルから、ブルなり5ダブルなりを狙ったと思います。これ1投目で決めてきました。まず矢口選手が先行のゲームをキープ。さあこの後クリケットに行きますね。今日はですね、最後の司会っていうか、多分そうですよね、最後の司会になりますよね、はい、もう司会になっちゃったですね司会です、僕はさあそして、先攻後攻入れ替わって、クリケットゲームに行きます。内藤選手の先攻のクリケット、内藤選手も最後ね180打って見せ場作ってくれましたね。さあクリケット、あ僕も本当クリケットちゃんと実況できるかなと思ってるんですけどね、まずはここしっかりクローズしたいですね。あっとこれは痛恨のミスですね。さあ矢口選手がこれはもう20をね、もうてんこ盛り、もう行きたいだけ20行きたいような状況ですね。60と、あこれ点取ってきますよ。もう一本いきますね。あもう一本いかないんですね、18に行きました、はい。さあそして内藤選手としては19もしくは18なんですけどね、あっとこれも痛恨のミスですね。枠外はねやっぱり良くないです。さあそして19、ここはねもうダメを押す感じですね。まあこれもうすぐ18いくんですかね。うわー、そして最後トリプル入れてくれて欲しかったな。なんかね3投目トリプル絡まないとビッグラウンドって言いにくいんですよね。さあ17トリプルから、さあここはまず得点オーバーですね。オーバーしてからのここでベッときました。これでねビッグラウンドが言えるようになります、矢口選手が決めてくれれば。さあ矢口選手としてはまずは加点ですね。さあ20点加えます、そして19加えます。ここでねオーバーまでですね。さあこの展開内藤選手としてはもう3本いきたいですね、トリプルもう1本いきたいです。さあどうする、おダブルベッドですね、あダブルベッドじゃないですね、3本目外したんですね。さあトリプルからで、さあそして19にスイッチしてオーバーしてからの、あーこれは、さあ内藤選手としてはもう1回いきたいですね、3本。おっと入ってくる、そして17、7本で粘る長野ヘイヘイヨヘイあごめんすみませんすみません、やっぱりダメやね、やっぱ内藤選手にもなんか名前つけないといけないね、ね2番選手みたいなこと言ったら失礼だな、内藤選手うまいだけに。さあそしてもう1本ですねこれね。さあ内藤選手としては、はい、そして
なんとここで序盤からの B まだ B っすね。あ、そうですね、まあ、内藤選手もね、いい選手ですよね。さあ16をオープンにして仕切り直しですね。さあオーバーカットできず、いやいやいや、さあ内藤選手17、ここを固めるんですね。ここね、もう一回行きたいですね。さあオーバーからのもう一本いく、ね、さあ16、もう一本来た。これでオーバーできず、これで陽平選手来ますね。内藤陽平選手がヨーヨーヨーみたいなね、ヘイヘイみたいな、あ違う結局それも2番戦時かな、それね。ダメ、せっかくつけたのヨーヨーヨーヘイヘイ、ダメ、一緒一緒一緒か。まあ内藤選手に会ったらヨーヨーヨーヘヘーって言ってくださいさあここで、後ろの声うるさいすみません、後ろうるさいですね、申し訳ないです。さあそしてカットからの、あっとこれで、でもこれでですね、これで先行アドバンテージ取りそうですね。いや本当にいい感じですね、内藤選手いい流れを作ってます。ヨーヨーヨーヘイヘイ、いいですね。さあここをしっかりブルで締めたいですね。さあここをしっかり締めたい。あっとこれで加点ですね。17いきます。 B クラウンド、トリプル捉えてね、大幅に加点、ビッグラウンドですね。もうあの矢口選手としてはブルー行かざるを得ない状態なので、加点したとしてもすごい難しい。今の3本目のトリプルは矢口選手の胸に刺しました。さあ的確な解説いきますね。さあブルですね、しっかりブル捉えて、これ3本でね、しっかりと2本できました。まず内藤陽平選手が先行のクリケットをキープした状態、いやでも本当にね、このクリケットで順調にですね、矢口選手が2レッグ目クリケットリードしてたんですけどね、17本当にチャンスでね、内藤陽平選手が完全にめくりましたね。素晴らしいですよ。17ベッドで、その後17をシックスマーク、これで、点数を逆転した後ですね、あとやはりあのダーツというのはね、メンタルゲームなので、やはりプレッシャーかかった状態ですよね。そういう状況で、内藤選手が勢いづいて矢口選手が失速していったというね。さあ注目の3レッグ目ですね、ここ大事ですよね。勝利を決めるすごく大事なキーとなる3レッグ目のクリケット、まずは20から。さあしっかりね、オープンまで、オープンまでとなってます。さあオープンか。さあ内藤選手こうね、19、17ラインが
うまいなと思ってたんですけど、言った矢先に2マーク。さあここで矢口選手としてはまず20からの加点から入っていくと思いますね。さあ19からいきました。そして加点してもう1本ですね。さあここで7マークは内藤選手にプレッシャー与えますね。さあ先ほど逆転した17、ここをさあカバーしてきました。加点ですね。これ多分ね、この17カットしてから、まあ、加点しないですね、もうね。そして B クラウン、なあ7マークでビッグラウンですね。最後トリプル入れてほしかったですけど。さあそして16オープンからもう一本入れたいですね。さあ16カットからの15というね、はい。さあ16カットから、あっとこれでミスですね。これでしっかりカットした。あっとこれはあのフライトにやっぱり今みたいに拾われるんですよね。なのでやっぱり今ね移動したかったですね。やはりあのこの大事な局面なので、矢口選手としてはですね、あの右サイドからダーツの軌道を変える意味でも、もう半歩右にずれてから投げてほしかったですね。するとそのフライトの手前を落ちるような形で同じように投げてもいくので、拾われてミスするってことがなくなるっていうことですね。あの本当に以前のね、パーフェクトだとこういう解説ってしてなかったと思うんですけどね、最近ですね、自分あのスティールダーツの解説もやってるので、こう見識をね深めてきたんですよ。はい、成長してますよ僕も。選手と同様、ビッグラウンド言ったよね俺ね。さあこの追い込まれるとね、なんかヨーヨーヨーヘヘーってなるんでしょうね、内藤陽平選手。なんかちょっと開き直るちょっと嫌いがありますね、内藤選手ね。さあここは内藤選手もう一回いきますね。15鶴瓶打ち、おっと20消しに行ったんですけど、ヨーヨーみたいな、6本来たよーみたいな、ヨーヨーヨーヘイヘイみたいなねもうそれでいいって。だから多分明日なんかね、どっかで一つ会ったら、ヨーヨーヘイヘイやないって多分言われると思うんですね。すみません、ふざけすぎて。さあここでおっとオーバーカット、ビッグラウンド続行中。さあブルですね。サブル、ここ鶴瓶打ちですね。さあビッグラウンドつながってますよ、まだ。あオーバーされたんや。あでもねこれ加点からのもう3本これ加点していいんですよね。3本加点、もう3本打ちまくって、おっとブルに行く。さあそしてここで右サイド取りましたね、ブル狙いですねこれね。あっと右サイドからダーツに拾われないように、フライトに拾われないように右サイドから今打ったんですけどね、決まらず。そして引き続き内藤選手はブルに行きます。インナーが絡めば大事件が起こる可能性もあったんですが、インナー絡まず、まあ、加点加点ですけどね。さあトリプルから、そしてこれブルブルですね、はい。さあもう一本ブル、
きました。これで矢口選手が先行のゲームをキープ、そして4レッグ目の501は内藤選手先行のゲームとなります。竹ちゃんの声が入ってるって書かれてるよ。竹ちゃんマイクを近くに、はい、そっちの俺の声を絞り続ければいいんだいやいや絞らんでいいよ別にさあそしてですね、さあこの501、大事な大事な501ですね。これ本当に大事ですね。ここの501、まず60からで、皆さんもね一緒にこう、まああのこうソフトダーツのね、あのいいところでもあったんですけどね、逆に悪いところでもあったのがやっぱり投げ方重視っていうね、フォーム重視とかね、フォロースルーとかテイクバックとかで、この感覚とかああいう感じで投げるっていうのがもう日本選手っても先にずっと入ってるんで、こう例えば試合中にこう数字を含めてねこうアレンジするっていうところがですね、やっぱりすごくねここに来てやっぱり、おろそかになってたっていうのもあったんでね、本当にこう一頭一頭数字がまだ出るんですけど、このアレンジも含めてですね、こうしっかりとね皆さんにちょっとでも覚えていけばまたダーツの楽しさになる、まあ、クリケットと同じくですね、こうオーバーしてカットとかそういうのを含めてですね、いろいろ考えていってほしいと思いますね。さあ60来ました。で321残り、これ301なんですけどね、もう一本60入れてたらねやっぱ261というね本当にいい数字なんですよね。さあ181残り、トーン80から140というね素晴らしい点取りでここまで来ている内藤選手。さあ121残り、今ね3投目、ブルで、116にするっていうのもですね一つのアレンジとしての戦略なんですけどね、まあ、まあケースバイケースなんですけどね、チョイスでこれ60決めれば161という数字だそうですね。60決めて161、これはね素晴らしい数字で、あ3投で上がれる数字。さあ121、さあ101残りを17トリプル、そして84を1620で20トリプルに入れて64、16トリプルに入れるとですね36というね数字が残ります。さあ161残り、矢口選手これで上がり目がなくなります。そして141残りをもう1本、そして102、これ3投目ブルいきたいですね。そうですね、ナイスアレンジですね、ナイスチョイスですね。ブルで今96っていう数字が残るんですけどね、はい12ダブル内に入れて6ダブル、しっかり決めてきました。これで 2-2 というね、接戦になってきましたね。あもう本当にもう皆さん本当にすみません、あの全部後ろにいるタケちゃんってなりましたですね、はい、はい、あのとてもいかがわしいですね、あのこのディレクターなんですけど、でも今日ですねすごいなと思ったのがですね、こうやっぱすごいのがネットが本当つながりにくくなったのを一発でこう完結したんですよ、はあ、本当にそれはあのランケーブルつないでなかったんですけど、それを一発で解決した、ランケーブルにつなげてネットが復旧したんですよ。すごいですよねディレクター、びっくりしました。やっぱランケーブルつなげればあのつながないとネット放送ってできないですね。そういうことなんですね。彼はつなぎ忘れていて、そのディレクターの凄腕ですよ、パチッとつなげたらですねネットがパッとつながったんですよね、はい、もう最初の頃はもうつながらないつながらないやばいよ TV さん来てるのにやばいよって言ってたんですけど、無事復旧しました。その竹井選手というディレクターやっぱすごい、やっぱこういう頼もしいディレクターがいてですね、パーフェクト安泰だなと思って、
さあ、これミドルですね。さあどうなる、クリケットというですね、やっぱりこの3レッグ目、あのファイナルレッグはね、やはりこうクリケットをチョイスする選手が多いですね。いや本当に素晴らしかったですね今日の。本当もう本当ネットが繋がらないで、もうパーフェクトダメだと思ったんですけど、ランケーブル繋げたら繋がったんですよね。あれはすごい、やっぱりああいうのがディレクター大事だなと思いましたね。さあそして、試合の方は矢口です。トリプルもう一本入れたいですね。これはさあ来ました、先行80点、ビハインド、これは B ですね。あ、ビハインドじゃない、これは B ですね。 B 先行80点、アドバンテージか、ビハインド反対語ですね。さあそして運命の5レッグ目、矢口選手がまず80点を取って、これ19をカットしたい、19をしっしっかりカットして20まで加点できればビッグラウンド。さあカットからの20いきます、 B クラウン、ちゃんとした形でね、これは言う。いやでもね、この なんだろうな、この内藤選手なんかこう逆境に強いんですよね、このコンパクトなフォームからね、劣勢を跳ね返すこう強さがありますね。あっとカットですね、ダブルカット、ここはしっかりカットしましたね。さあ17得意、ヨーヨーヨーヘヘイ、バーッとこれまた来た、あっとちょっとね弾かれた形で、多分自分の中で軌道はちゃんと入ってたんですよ、3本入るような流れだったんですけどね、はい、さあここもね3本ありますんでね、ここしっかりミス厳禁。さあミス厳禁で3本使いました、しかしね3本使ったので16、これしっかり通せば来ました。さあもう1本入れたいですね。おっと先カットでプレッシャーかける、いやいやなかなか密度の高い好ゲームですね。こうなるとまず矢口選手としては15をオープンしたい局面でもありますよね。だから、16で逆転を狙うのか、15オープンしました、定石通りですね。でまずこれ1投で入れてくるので、次は16カットに行きます、ダブルカット。あーここカットできないと今度はイケイケになってきている内藤選手、16からそしてもう一本上につけたんでね、これ15いくのもいいと思います。来たこれいきなりいやでもねこれは今のすごかったな、やっぱり自分のねこう僕は本当に今ですね、あのスティールダーツをこう一生懸命やりつつこうそういう目でも見てるので、あのこれ実況の精度はねやっぱね3年とか5年前よりはあの相当上がってますよ、もう本当これすごいですね。あっとこれはやっぱりね、あの本当に今のセンス良かったですね、15をカットしたのはですね。さあブル3本、あっとこれがねもったいない。さあこれ15、16に行きますね。あ、おっと最後勝負かけた、いやーナイスゲーム、内藤ヨーヨーヨー
へへい、すみません、本当面白くなくて。いやでも本当にこの逆転はすごいです。これは本当にね、内藤選手褒めたいですね。ナイスダーツでした。